めきラボ。はい、どうも、ひらめきラボ松丸亮吾です。ということで今回は大好評だったあの企画の第2弾を取りに来ております。今回皆さんの要望にお答えしまして、歌ってみた第2弾をやることになりました。いや、前回ここでね、香水を取りまして、約30万再生、香水の歌ってみたは記録して、かなりたくさんの方に聞いていただけて嬉しいなというのと、中学以来のやりたかったこと、だから反響が出て本当嬉しかったです。香水聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございました。ただ大吾、お前のいじりだけは許してねえぞ。シークレットでいきたいと思います。あ、今回はじゃあ、この動画では何を歌うかっていうのを教えない。教えない、もう大吾対策。まあでも楽しみにしてくれてる人もいると思うんで、ちょっとだけこうヒントというか、何歌うかで言うと、前回の香水の動画のコメントに一番リクエストであった曲、最近一番話題の曲、じゃあやっていきますか。頑張っていきます。よろしくお願いします。ひらめきラボ、では頭から出ます。よろしくお願いします。この曲、本当に声出すの大変なんですけど、はい、めっちゃいい感じに出てるんで、はい、あー、こっちの方がいいっすね。完璧です。では、これで歌の方は以上になります。ありがとうございます。ひらめきラボ、はい、ということでレコーディングが終わりました。高い。高いし、また失恋ソング。歌ったことってもともとあったの？いや、なかった。でも今回のために改めて聞いて歌ってみたら、クソむずいじゃねえか。なんで、まあ第2弾も温かい気持ちで聴いていただければ嬉しいです。でも今一番話題の曲だと思う。僕も好きだし、この曲歌詞がいいんですよね。最近 YouTube でもちょっと話題になってるような曲ですよね、うん、サビずっと高いし、フラットってところがね、高いんだよ、歌詞の。ということで、前回ね、香水を聞いた方は本当にありがとうございました。まだ聞いていないという方はぜひ、香水も聞いてみてください。そして今日の午後5時、新しい歌ってみたが上がります。第1弾良かったなと思う人、ぜひ第2弾も聞いていただけたらすごく嬉しいです。でこの動画もね、また反響だったら第3弾、次また違う曲を歌おうと思ってますので、こんな曲歌ってほしいというリクエストがあれば、ぜひコメント欄に書いていただければ幸いです。本日夕方に動画が上がる予定ですが、もしかしたら時間ずれてしまうかもしれないので、チャンネル登録、そして、アラートをぜひオンにしてお待ちいただければと思います。ぜひ動画が出たら見てみてほしいです。ということで、ぜひ本日の更新楽しみにしていてください。またね。